自然の観光、青森大学、わかります、わかっちゃう、サンデコのブルー、美しい。はい、ということでツイッターからいただいた感想だったり、あとはご意見の方をご共有させていただきました。はい。はい、では次に、インスタグラムのストーリーの方で、まあ、質問とかありませんかみたいなのを募集して、だいたい10個ぐらい来てたので、そちらの方を皆さんとお話できたらなというふうに思ってます。はい。まずは、じゃあ、一つずつ行っていきたいと思います。Let's go! 行ってみましょう。はい。清水くんが印象に残った演技、個人も団体もについて理由を添えて語ってほしいということでした。はい。難しいなぁ。団体は語るのがすごく難しいんですよね。なんでかっていうと、全部良かったからなんですよ。結構いい団体が多くて、ちょっと難しいなぁ、これ、個人も団体も。選べない。最初からこんな質問をちょっと難しいよ。では、まあ、頑張って決めましょう。頑張って決めるんですが、個人は、ちょっと、ひいきっぽくなっちゃうんですけど、僕は岩渕北斗くんのスティックが印象に残ってます。なんでかって言うとですね、彼は去年、全カレと呼ばれる、まあ、大学生の全日本大会で優勝してるんですね。そして今年もすごく期待を寄せられてる選手だったと思うんですよ。一番。その中は今年、いい結果を残せなかったと思うんですね。きっと本人もそれは一番深く感じてるところで、この1年多分めちゃくちゃ辛かったと思うんですよ。こう思い通りに演技するっていうことができないとか、期待を寄せられててその期待に応えなきゃいけない重圧ってすごく感じてた選手だと思ってて、今回スティックが4位、種目別が4位だったんですけど、多分いろんな思いを背負って今回決勝の舞台に1種目しか残れなかったんですけど立ったと思うんですよね。僕が4年生の時に新体操を続けるか続けないかみたいなところで続けた理由っていうのがあって、大きく分けると2つあって、その理由の1つがここで辞めてしまっては、同世代の4年生リトモだったりとか、五十嵐亮介とか、すげえ奴らがいっぱいいたんですけど、その黄金世代の奴らに申し訳ないなっていうのが一つと、もう一つ、北斗のライバルがいなくなるからっていう理由だったんですね。2020年のジャパンで、僕は9位だったんですね。で、北斗が確か11位で、で、蓋を開けてみると、一番上の方にいる、1位から8位までが4年生以上だったんですよ。なので、このまま行ってしまって僕が辞めてしまった場合、奥とは一番強い選手になっちゃうと。そうなった時に、奥とはどこを目標に誰と戦えばいいんだみたいなのは、きっとあると思っていて、そんな時に僕がライバルになって、僕ももちろん優勝を目指して狙って頑張りますし、奥とも頑張ることで、相乗効果としてオクトがもっと上に行ってくれればいいなっていうふうに思ってたところがあって、まあ、結果的に僕の方が、東インカレで燃え尽きてしまったみたいになって、あんまり僕の方はいい結果を残せなかったんですけど、オクトはその結果、全日本インカレ優勝も決めて、ジャパンで2位になってっていう感じで、きっと、まあ僕の影響かはわからないんですけど、北斗とそうやって高め合うことができたっていうのは、あの1年すごく良かったなっていうふうに思ってて、きっと多分今年は違う1年が北斗に訪れていて、きっとその1回優勝したから次どうしなきゃいけない、
守らなければならないみたいな、その1年がやってきたと思うんですね。そういった時にルールも変わって、このルールで勝つためにはどうすればいいのかみたいなところをきっとこの1年ずっと向き合って考えてて、で結果があまりついてこなくて、でもこの1年一番悔しい思いしたのが北斗だったんじゃないかっていうふうに思ってて、そんな中あの決勝の舞台に立って、結果は4位だったんですけど、最後までしっかり決め切ってくれた、北斗らしい演技を最後に見せてくれたっていうところが僕的にはすごく嬉しく思っていて、彼はその2週間前に捻挫をしてたりとか、今回大会してて本調子ではなかったっていうのもあって、まあ、言い訳に聞こえてしまうかもしれないんですけど、今回もきっと納得いく結果は残せなかったんですけど、最後のあの気持ちの入ったスティックはきっと裏事情を知らない人が見てもと思うんですけど、そこで最後に北斗らしい演技を決めてくれたっていうのは、僕的にはすごく誇らしい気持ちになりましたし、来年にしっかりつなげてくれたなって思いました。だから僕と来年は勝とう、勝たねばならんと僕は思います。ということで団体、次団体、印象に残った団体の演技ですが、僕が印象に残ったのは、団体は僕の中では倉敷芸術科学大学が僕の中では印象が一番残ってるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ青森大学と国士舘大学と花園大学はまあいつもあるからいいかなみたいなところはちょっとあって、はい、なんで倉敷のことをそんなに印象に残ってるかっていうと、その理由についてなんですが、まず倉敷は全科で出れなかったんですよ。でみんなコロナにかかっちゃった。でも体操協会のご配慮によって今回ジャパンに出場できたということで、きっといろんな思いを選手たちも抱えて、ミスなくしっかり日本をまとめるぞっていう強い意気込みと、あとはしっかりといい結果を持って帰るぞみたいなところをきっと選手たちは思って今大会に臨んでいて、初めて出場した去年と今年で演技の質が、例えが難しいんですけど、英検でいうところの4級から12級ぐらいまで上がったんですね。ポンポンポーンって上がった感じ。2級ぐらいまで来たのかな、うん、すごく大学生らしい演技になって、1年目の演技はちょっと高校生チックだったんですよ。高校生っぽいなー、初々しいなーみたいなところがあったんですけど、今回は強さを感じて、まだその青森大学だったり国士舘大学に比べると、そのタンブリングとかのその難度的な面で見るとちょっと劣ってしまってはいたんですけど、実施の面だったり構成の面だったりですごく大学生のレベルにグッて押し上げられてきたなっていうふうに思ってて、やっぱりそこは選手たちのこの1年の努力がすごく目に見えたなっていうふうに思います。目に見えたって悪い方によく使うかもしれないんですけど、目の当たりにしたなっていうか、その強さというか努力を目の当たりにして、ちょっとグッとくるものがありました。なんというか、大学生になるとその大学大学での色っていうのがあるんですけど、青森大学、国士舘大学、花園大学、福岡大学っていう風に、今までの4大学にはしっかり団体の色みたいなものがあって、そこで勝負するみたいなのが今まであったんですけど、そこに新しい色が追加されたような感じですね。倉敷の色がポンって新しい大学としてやっとそこに入ってきたっていう感じがしていて、実際花園大学に今回勝ったっていうところが、その良さが認められたっていうことなんだなっていうふうに思いますし、きっと来年またレベルがこのまま上がっていけばもっと面白い戦いになるんじゃないかなっていうふうに思います。
ただ少し厳しいことを言うと、やっぱり難度的なところだったり、動きのその体の質というか、動きの質というかっていうところを見ると、やっぱり国士舘大学だったり青森大学、18点乗っている大学に比べるとちょっと劣ってしまっている面があるので、その倉敷が今後その2チームと勝負していくためにはっていうふうに思うと、一人一人個々のレベルを爆上げして、都市だったりその実施的な面を上げることと、難度を取りに行ける強さを身につけることだと思います。難度ってなんだろうって、難度って何みたいにちょっとファンの方は思うかもしれないんですけど、例えば今回第1タンブリングで2回半をひねっているのが3人いたんですけど、他が2回ひねりで止めていたりとかしてたんですね。そこを全員2回半にできたりとか、あとはやっぱりレベル感が同じくらいじゃないと新体操は評価されない時代になってきてしまったので、全員が同じくらい難しいことができるっていうところが求められているので、例えば3つバックスワンで止めるっていうところを、例えば3つバックの中にテンポを1個入れて2バックテンポバックスワン着地、スワンじゃなくて1回ひねるとか、そうやって難度をちょっと上乗せすることで他の大学に食らいついていってもらいたいなというふうに思います。個人的にはダブルをやることはあまり推奨してなくて、やっぱりダブルは止めるのが難しいっていうのと減点されやすい、姿勢減点がされやすいので、あの青森大学で言うと、あのケンタ最後にスワンダブル来るやつくらい綺麗にダブルしてくれないと減点したくなるんですよ、審判から。なのでダブルは僕はあまり推奨してなくて、個人的にはひねりとかできる技を増やすというか、完璧にできる技、難しいな、やっぱり難度を求められている時代になっていってしまっているので、今回の倉敷の演技でいうと加点はしっかりと取れているんですが、難度は他の上の2大学に比べるとちょっと低いっていうのと、動きの質もちょっと体の硬い面が見えてしまっているとかしていたので、そこを難度を上げつつ質も担保していくっていうところが求められるんじゃないかというふうに思います。ちなみに構成はすごくおしゃれでかっこいいので、構成はきっとみんなで考えて頑張ってると思うので、構成というよりは個々の質上げがこれから重要になってくるんじゃないかなというふうに思います。はい、ちょっと長くなってしまいました。次行きましょう。はい、団体で6人でスワンを揃えていたところが多かったように感じましたが、気のせいでしょうか。いえ、これは気のせいではありません。なんでかというと、三つバックスワンで足止めするっていうこの着ピタをすると加点がもらえるからなんですね。今回のルールで改正されたんですけど、男子新体操、男子新体操のルール2022か、お、あったと。団体のルールで追加されたものがありまして、その加点のルールの中にまず4つ連続する技を6人同時で行った場合に関して 0.2 の加点がされるんですけど、もしこの4つの連続する技が D 難度だった場合、これを合わせて D 難度だった場合に 0.3 の加点が入るっていうのが今回のルールで追加されました。なのでよくバックバックバックスワンっていう風にすると、これを6人で実施すると D 難度なので、なのでこの3つバックスワンっていうのをやると、まず加点が3つもらえます。そしてスワンっていうのは足着地なので、今回6人全員で足着地を同時に決めると 0.2 の加点が入るっていうルールが追加されたので、加点がこれで5つ取れるんですね。6人で3つバックパンパンパンパーンダーンってやると、これだけで加点が5つ入るんですよ、この一瞬で。なのでお得ということで、みんながよくやってる理由はこれなんですね。はい、なので今回その
お気づきになられた、スワーンで合わせるチームが多かったっていうのは、今年からルールが変わったからっていうことで、気のせいではないんですね。はい、面白いですね。はい。なので、きっとこれからも高校生とかは取りやすいルールになってくるので、多分やってくるチームが増えるんじゃないかなっていうふうに思います。はい。はい、次行きましょう。以前と比べて観客は増えてますか？っていう質問ですが、僕的にはあまり変わらなかったように感じてますね。そこまで増えたなっていう印象はなかったです。多分最初に出したチケット数が少なかったっていうのとかがあって、チケットが売り切れみたいにはなったんですけど、後ろの席とか前の席とか見るとまだポツポツ空きはあったので、そこまでめっちゃ変わったなっていう印象はなかったです。ただ盛り上がりは以前と比べて全然違いましたね。もう今回の方が以前に比べて増したんじゃないかなっていうふうに思います。なので今後も皆さんで男子新体操会を盛り上げていけたらと思います。初めて決勝を見ました。ミスは体力的なこともあったりするんでしょうか。はい、ということで初めての決勝おめでとうございます。僕も実は観客としては久しぶりで、中学生以来かな、観客としては。だから10年くらい見てなかったんですけど、ミスは体力的なこともあったりするんでしょうかということですが、多分ありますね。新体操の技を決めるってめちゃくちゃ集中力必要なんですよ。集中しなくてもできる技と集中しないとできない技っていっぱいあって、それは人にもよるんですけど、投げは別に集中しなくてもいいっていう人がいたり、逆に手技操作はもう染みついてるから別に集中しなくてもいいなって、思わぬところでミスが出てしまったりとかもあるので、手元が狂うじゃないですけど、よく触って落とすとかもよくあるんで、油断してたりするとそういうことが起きてしまうっていう感じで、体力がなくなるとそのミスが増えるんですね。こうよし取った、ああってなるみたいな、こう取ってああってなるみたいなのがいっぱいあるので、今回の日程4日間でそのしっかりと集中力を切らさず演技しきるっていうのは相当難しかったんじゃないかなというふうに思います。なんかよく8種目ノーミスでやりきる選手っているんですけど、人じゃないなって思います。多分機械かなと思います。それくらい難しいんですよ。その4種目決めきるだけでも結構難しいんですけど、8種目決めきるどういうことみたいな感じですよね。はい、なので、まあ、ミスは体力的なことだと、集中力が続かなかったみたいなのはあると思います。はい、次行きましょう。ロープを投げてるときに結んでるのすごいっていうことなんですが、これ堀くんとか、あとは、あれですね、東本くんとかがやってたやつですね。こう、ロープの先端をこう結んで投げるのをやってるのすごいっていうことなんですが、あれはロープを結んだ方が次の技につなげやすいから結んでるんですね。多分、あの二人は連続投げっていうのをやっていて、こう、キャッチしたらすぐもう一回投げるみたいなのが今回加点になったので、それをやるために結んで投げてるっぽかったんですね。また結んで投げると投げ方が違うので多様性にもつながったりするので、結ぶことにメリットが結構あるんですね。ただもしその結んだことによってロープがこうダマになってしまう、あの玉が3つになってしまったりすると、そこから演技してないことになってしまったりとかするので、まあリスクもちょっとですよ。本当にちょっとはありますね。次行きましょう。国士舘大学の時の合いの手流行る？ってことなんですが、国士舘大学がバックに入る前にってやってたやつですね。これ。実は国士舘大学はこれパンってやるのを、これだけじゃなくて、去年の吉田目大河っていうののリングか何かで、チャ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 っていうリズムがあるときに多分手を叩いてたりとかしてたんですね。なので、まあ、あれはまあ、大学の色というか、楽しんで作ってるやつなので、教えてもらわないとできないですよね。
今回ジャパンで初めてだったんで、あの観客が参加しようにも参加できないみたいなのがあったので、もしもうやるよってこのこれやるからみんなよろしくみたいなの言われたら、ちょっとみんなでやりたくなっちゃうんじゃないかって思うんですけど、はい。まあでもあのタイミングでパンってやるって分かってても、ちゃんとそこでできる人っていうのは多分練習見てないと多分できないので難しいんじゃないかなと思うんですけど、まあ国士舘大学の中ではやるかもしれないですね。ただそれがパンにまで及ぶかというと、ちょっと無理なんじゃないかなっていうふうに思いますね。はい、次行きましょう。素朴な疑問、試合着って一人で着れるの？っていうことですが、僕は着れます。着れるやつでした。あと団体選手も多分着れます。あの団体の服は上から被るタイプが多いんですよ。こうファスナー、ここに背中にこうファスナーがあって開けて着るタイプの衣装が個人選手のやつには多いんですけど、団体選手のやつは上から被る系とかが多くて、そういうのはこうボタンがついてたりするので、それで止めたりとかできるんですけど、この背中にこれができる人は多分着れます。手と手が触れる人は一人でこうやって締めて、ここから取ってこうやって締めてみたいなのができるので、多分一人で多分これができる人は一人で切れるんだなと思うんですけど、でも石がこうあのラインストーンとかがついてるので、これでやると取れちゃうから、それはやらないで誰かに締めてもらうっていう人もいると思います。はい、次行きましょう。バク転が最下位だった件について、バク転新体操クラブっていうあの社会人の皆さんが組まれてて、映画バク転の演技を再現したチームだったんですけど、予選でやった演技はすごくあのきつい演技なんですね。あの決勝に出るための多分演技なので、あれを完璧にやられてしまうとあそこまで点数出るのは当たり前なんですけど、あのバク転の映画でやってた演技っていうのは、あの演技元がジュニア選手の演技なんですね。知ってる方は少ないと思うんですけど、あの演技は確か4年前5年前か5年前だから2017年かな。確か2017年のブルー東京キッズがやってた演技をちょっと変えて作ったやつなんですよ。なのであの点数になるのは当たり前というか、ジュニア選手で頑張ってやったらあれくらい点数出るよってことなんじゃないかなっていうふうに思っていただいていいと思います。なのでまあ最下位になるのは当たり前というか、あれを勝たせてしまってはいけないというか、まあちょっと辛口になってしまうんですけど、はい。もし予選の演技をやっていたら、まあ17点ぐらいなので5位には入ってるんじゃないかなと思います。はい、次行きましょう。今年の団体の見どころ解説をリクエストします。特に青大について詳しく聞きたいですということなんですが、これは多分別でやった方が詳しく解説できると思うので、今回は詳しくは控えさせていただきます。はい、別の企画というか団体特集みたいなのをやりたいと思うので、今回はこれはちょっと簡易的になりますが、確か前回の時にも話したんですけど、今年の団体っていうのは今年からルールが改正されて、同時性とシンクロ率みたいなものと、あとは運動量みたいなもの、この3つが重きを置かれてて、それって何って言われると、同時性っていうのは全員で同じことを同じタイミングでする。で、シンクロ率はこれとちょっと結構似てるんですけど、同レベルの人たちで作るっていう。だから、一人だけめちゃくちゃ上手い選手がいてもダメだよっていうのがシンクロ率っていう風に僕が勝手に今つけたんですけど、その同レベル性みたいなのが求められてて、そして最後に運動量っていうのが、運動っていっぱいあって、ただ走るだけも運動なんですけど、
ジャンプしたり、しゃがんだり、あとは屈伸したりとか、かかとを上げたりとか、そういう運動、人として座ったりとか、立ったりとかしてるじゃないですか。それを極限まで高めた状態みたいなのがいっぱい入ってれば入ってるほどいいみたいな感じなのが、運動量になります。この3つが見どころというか、入ってる団体がいいっていうことなので、そこに注目して見ていただけると、この団体が良くてこの団体がダメな理由がわかるとかになってくると思います。なので見どころとしてはこの3つですね。同じことを同じレベルでやっているかっていうところと、あとはどれだけたくさんきついことをしてるかですね。はい。なので、青森大学が1位だったと思うんですけど、青森大学がどれだけ同じことを同じレベルでいっぱいやってるかを注目してみていただけると、青大の凄さがわかると思います。はい。次行きましょう。見てたらやりたい、出たいって思いませんか？いやー、思います。楽しくなっちゃいますよね、見てると。なんか僕もやりたいとか、あの頃思い出すなーって思うんですけど、ちょっと、なんか新体操のレベルがすごく今高くて、僕にできるかなっていうふうにちょっと思うところもあります。まあ、昔の演技をやるだけでいいんだよっていうふうに思われる方もたくさんいると思いますけど、やっぱり出るからには、ちょっと、点数をもらいたいじゃないですか。点数欲しいんで、なんか、今のルールにちょっと沿ってやりたいっていうのは思うんですけど、今それができるかって言われると、ちょっと厳しいかなって思うところも正直あります。はい。なので、まあ、一応この質問に関してはやりたいって思います。けど、ルールに則って、やるって考えると、ちょっと個人は厳しいかなって思いますね。ちょっと主具、落としそうだなって思います。今のルールがちょっと難しめなんで、それに沿うとちょっと見すぎそうだなって思っちゃいますね。はい。点数はやっぱり人間がつけているので、試技順によって点数の出方が違うということを改めて思いました。ということです。が、そうですね。点数は人間がつけるので、それは試技順とか、あとはその見る人の観点によって出方が全然違うっていうのは、僕も思います。まあ、審判の講習でもよく言われてるんですけど、まあ、それに引っ張られないように点数つけないといけないよねっていうのを結構話してはいるんですよね。なので、点数って本当は正直もっとばらつかなきゃいけないと僕は思っていて、例えばですけど、青森大学が試技順1番だったとして、そこで18点出しちゃダメだと僕は思うんですね。理由としては、それより上のチームがいるかもしれないのに、そんなにいっぱい点数つけて大丈夫だ。誰と比較してるのってなっちゃうんで、例えば17点にしておけば、それより上の点数もつけれますし、下の点数もつけれるんですよ。なので、1番は、もう、基準点として点数決めちゃうのがいいと思うんです。まあ、これは僕、個人的な見解ですけど。例えば、最初の1番に演技したチームは、上で良かろうが悪かろうがそんなに点数変わらない点数をつけて、それを基準として上か下かを判断していくようなシステムにしたら、もうちょっと点数の出方が分かりやすくなるような気はしています。はい。まあでも人がつけてるので難しいっていうのは仕方ないと思います。なので人にいいと思ってもらえるものを私たちというか選手たちは頑張って作っていかなければいけないっていうことなんですね。はい。では次行きましょう。久しぶりの有観客はどう感じた？めちゃくちゃいいっすね。有観客ってめちゃくちゃいいんすよ。本当に。一番僕は思うんですけど、悲しいんですよね。見てる人がいない。すごく悲しいんですよ。さっきも話したんですけど、僕が大学3年生の時のジャパンの試技順1番のリング、観客が誰もいない中、拍手がパーパーって聞こえるだけの、ノーミスなのに悲しいみたいな、ノーミスなのにミスってるみたいな気持ちになる。
あの無観客の気分は本当に最悪なんで、今回有観客で今年の選手たちはすごく恵まれてるんじゃないかなというふうに思いました。はい、なのでこれからもっと有観客の機会が増えていけばいいなっていうふうに思います。はい、どんどん行きましょう。サポートについて知りたいです。仕事の内容どうやって決める、お願いするのかなど、はい、ということですが、サポートについて青大では意外と指名制です。この人がいい、この人とやりたいとか、逆にサポート側からこの人のお付きやりたいですとか決めたりしますね。はい、まあ余ったからつくっていうのもあるんですけど、なんかやっぱり合う合わないはあるので、やっぱりサポートする選手によってその結果が変わってしまうっていう結構なくはないので、なので結構ここはシビアに決めてますね。それで言うと、僕がサポートについてもらって一番嬉しかったのは、あの金田翼さんっていう先輩がいるんですけど、今ダンサーとして活躍されてる方がいるんですけど、一つ上で、僕が2018で初めてインカレに出た時にお付きをしてくださった先輩で、東インカレ通過して、でも翼さんはちょっとミスが出て東インカレ通過できなくて、でもついてくれてて、なんというかすごく頼もしかったですし、なんかその僕そのままジャパンまで行けたんですけど、翼さんがこうついてくれてなかったら、あそこまで頑張れなかったですし、集中力も保てなかったですし、気持ちも楽にならなかったと思ってるので、本当にあの時の大会はお世話になりました。はい、あの時どうやって決めたかは覚えてないんですけど、はい、そういう風になるので、サポートの仕事はすごく大事です。あ、仕事の内容も言わないといけないんですね。そうですね、仕事の内容としては、例えば一人で試合着が着れない、ユニフォーム着れない人のユニフォームを着せてあげたり、マッサージしたりとか、あとは普通にこうただ声かけてタオル渡してあげたりとか、飲み物を準備してあげたりとかっていうのが大体サポートの仕事になるんですけど、なんていうか僕の思うサポートの仕事っていうのは、選手のとコミュニケーションを取ってくれる人みたいな、いつも通りにしてくれる存在みたいなのが仕事というかサポートっていう役回りだと思うので、一緒についてくれてるだけでいいっていうのはちょっと正直なところあります。気が合う人とか気を楽にしてくれてる人がサポートとしてついてくれるのが一番選手としてはありがたいんじゃないかなというふうに思います。では次行きましょう。鹿児島実業高校が最後まで正統派をやりきったことに感動しました。そうですね、まあ最後のあの決勝くらい笑かしてくれてもいいんじゃねえかって思ったんですけど、今年は正統派でやりきりたいんだっていう強い思いと、それをしっかりと最後までやりきる選手たちの強さに確かに僕も感動しました。来年からどうするのかちょっとわからないんですけど、これからもそういったドラマを楽しみに見ていけますよね。本当に今まではコミカルでやってたと思うんですけど、もともと鹿児島実業のポテンシャルはすごく高くて、いろんな選手が活躍されてるんですよね、その大学に入って。でも鹿児島実業はそのスタイルを守り続けてきたんですが、今回正統派としてしっかりと結果を求めてやってきて、でちゃんと決勝まで残ってやることをやってっていうのはすごく感動しましたよね。本当に来年はどうするんでしょうね。でも勝っちゃったからね、結構いい結果残しちゃってるんで、来年ももしかしたら正統派でやってくるかもしれないですけど、来年も楽しみにしていきたいと思います。はい、今回の MVP はっていう質問ですが、今回の MVP、 今回の MVP はもちろん堀康介選手ですよ。はい、まあ優勝したからっていうのもあるかもしれないんですけど、ただ優勝2連覇ではなくて、社会人で2連覇ですから、はい、圧
頭が上がりません。本当に。ちょっと、まあ、機会があればお話伺いたいなと思うんですけど、僕、同世代として本当に誇らしいですね。もう僕は続けてないので、大会出てないので、去年一緒に公式練習中、あ、おっさんず頑張ろうぜ、みたいなのをやってたんですけど、同世代なので、上一拓人と、堀くんと、僕で、あ、おっさんず頑張ろうぜ、あとちょっとだから、みたいなのをやってたのを思い出すんですけど、ちゃんと今のルールに則って、レベルも上げてきて、全く落とさずに、そして、しっかりと、ミスなくまとめて、で、勝って、本当にかっこいいなって思いますし、来年もどうするかわからないんですけど、続けてほしいなっていうふうに思いますし、応援し続けていかなければならないなっていうふうに思いますし、見習わなきゃいけないなっていうところもたくさんあるので、はい、同世代として、本当に、康介選手には頭が上がらないです。はい、ではこれが最後の質問になるんですけど、来年上位に来そうな選手と国士舘大学についての感想を聞きたいですということでした。はい、ですが来年上位に来そうな選手ですが、先ほど奥田には勝てよってはメッセージにしたんですけど、今現時点で来年上位に来そうな選手はもちろん東本優也選手だと僕は思ってます。やっぱりあそこまで自分の色を出してやりたいことをやって攻め切っている選手っていうのは今の新体操界にはいないので、あれをまだ1回も4種目通ってないって感じだと思うので、あれをしっかり大会で4種目決め切る強さみたいなものが身について来年来たらもう誰にも止められないんじゃないかなというふうに思っています。はい、なんか東本くんも今回練習があまりできずに万全じゃない状態だったっていうことで、まあそれも選手からしたら言い訳になってしまうっていうふうになると思うんですけど、そんな状態でもしっかりあそこまで決めきてくるっていう、仕上げてくるっていうところは強さだと思いますし、やっぱりそこが来年楽しみな理由の一つでもあります。あのレベルの演技を練習ができない中でも仕上げてくるところが強さだと思うので、来年の戦いも楽しみにしていきたいと思います。はい、そして最後に国士舘大学の感想ですが、驚きました正直。インカレでは、今年も国士舘これくらいかってちょっと思ったところがあったんですけど、ジャパンとインカレで本当にレベルが違いすぎて、本当に予選の演技は完璧だったと思います。決勝は点数はあんまり開けてなかった、青森大学とそこまで点差は開けてなかったんですけど、ちょっと乱れが多くて、まあこれはいっぱい減点されてるなって思うところがたくさんあったんですけど、それでもしっかりと2本まとめ上げて青森大学に食らいついていく姿みたいなのはすごく見てて感動しましたし、演技のレベルもすごく高いものになっていたので、来年このままレベルを上げ続けていったら青森大学とかなりいい勝負ができるんじゃないかなというふうに思うので、本当に国士舘大学の今回の団体は良かったなというふうに思います。はい、以上で質問の回答終わりました。いや、ちょっと疲れてしまいましたね。体が痛い。かぁ、喋りすぎてあんまりポテチ食ってないっていうね。はい、今回は皆さんからいただいた感想だったり、あとは質問だったりに答えたり、まあ僕の感想も添えてお伝えしていきましたが、皆さんどうだったでしょうか。ちょっと僕の意見だけだと面白くないなって思いましたし、皆さんと新体操界を盛り上げていきたいなと思うので、このような感じでトークテーマだったりを募集させていただきました。これから冬になり、様々な新体操のイベントがやってくると思うので、そちらも楽しみにしつつ新体操界をみんなで盛り上げていけたらなと思いますので、この動画がいいなと思ったらグッドボタンと
チャンネル登録とコメントの方よろしくお願いいたします。はい、では皆さんまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。